Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! たまには頭の中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。じゃ行くぞ。キントンよーい。よっか、しっかり捕まってんだぞ。うわっ、恐竜さんだ。この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。お、隕石じゃねえぞ。
やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。カカロット、この星のありさまは何だ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。ダメだ。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り、我々サイヤ人は環境の良い星を探し、もしそれが本当のことだったら。おい、ここには月があっから。とぼけるな。月が深淵を描く時こそが。あ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんの。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。カカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ば。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。カカロットよ、子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうか、ゴハン君の帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して
今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。ふん、しつこいやつめ。戦闘力1330、すべての戦闘力を指先だけに集め。くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。一歩つかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく このお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。そら、そら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ。貴様まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし面白いことを言っていたな。ドラゴンボールとか、どんな願いでも叶うらしいぞ。よし行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。
いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。そんな、僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。
さか変身するとはな、サイヤ人の血か。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。めいったな。この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。は、はい。くそったれが。ん？よし、いいぞ、カヨ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あっ、しまったな、何、どうしたんだ。お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。いでよ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。
生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃな。そして決戦の時は近づいた。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん、見つけたぞ。よーし、ナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。来る。奴らはここに来るつもりだ。いや、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。グレッグレッグー、こいつら結構できそうだぜ。うん、デジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギャッ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。
な。なんてやつだ、自爆しやがった。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。一瞬で片付けてやるぜ。チャオズ、何をする気だ、チャオズ。さよなら、ケンさん。どうか死ねないで。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。ジャオズ、仇は討ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。おお、聞こう。はっ、脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ！俺の言うことが聞けんのか！すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。死ね。
な、情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが。ガキをかばっちまうなんて、最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だが、ご飯。俺と、まともに喋ってくれたのは、お前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬな、よ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。チェ、殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。潰してやるぜ、貴様ごときに。もういい、降りてこい。ナッパ、俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何よ、ベジータ！動けないサイヤ人など必要ない！サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと、貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。他のやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。わかったよ、見せてやるさ。ザリックホー、よっ、はい、死んだ、死んだ、やっ、やっ、やめるな。
乗れ。はっ、あ、だ、うわっ、うわっ、うわっ、持ってくよ。三倍かよ。みんな。カメハメハだ。俺のギャリック砲は絶対に食い止められんぞ。地球者とも宇宙の塵になれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、ヒュンガン。じゃあ、そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。お前を倒す。
クリリン、頼む。来て。悟空、大丈夫か？今のうちにクリリンに渡す。お、ほらが地球中から集めた元気玉を。な、何？お、おらの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな、クリリン。そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。どれだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。Thank you.
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。覚悟しろ。待ってくれ。悟空すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。分かったよ、お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おお母さん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな やられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもっと誰も生きっけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!